野源です。さあ本日はですね、マチカツッコミ演者編でございます。いやー野源ですね、まあ上京して今年でなんと17年目なんですよ。でまあね、まあ大阪の人間でございますから、やっぱり面白いものはまあ好きなんですよ。でやっぱ面白いものを見かけるとなんかネタにしたくなったり、で面白い看板とか見つけると写真を撮ってインスタや SNS などに上げて、こんな面白いものありましたよみたいなのをするのがまあ昔から好きでございまして、でまあね、こんなご時世でございますから、ちょっとでも皆さんに笑いを届けたいなと思って、街角で見つけた面白い写真などを本日はご紹介していきたいと思います。その今回は電車編です。まあ、このね、上京して17年間溜め込んだ電車の中で見かけたおかしな人たちっていうのを今回はご紹介していきたいと思います。23連発です。早速いきます。こちらドン。何してんのこのおっさんっていうね、これ電車の中でツイッターで何体操してんのかよこれっていうね。ね、二つ目、こちら、ドン。目近すぎやろ。こんな距離で見るんやったら、メガネをまずかけろよっていうね。三発目、こちら。まあ一見ね、これだけ見ると、まあ普通なんですけど、全身で見ると、こちら、ドン。ルーズソックスに網タイツ履いてますからね。で、この辺、網タイツ穴開いてますから、ここまでやんねやったら私の買えよっていう。次4発目ですね。やっぱね、表参道とか青山原宿なんかやっぱおしゃれな人が乗ってくるんですよ。でたまたま表参道の駅停車しました。そうするとこんな人が乗ってきました。こちらドン。コンバースリメイク、なんじゃこれやっていうね。サンダル風になんか仕上げたのか分かりませんけど、このリメイクは果たして おしゃれやんかっていう、まあ、なんか上のオックスもなんかね、こうよく分からん感じの、まあ、人が乗ってきました。で続いて、まあそんなね、まあ、おしゃれっていうのはまあ個人の自由でございますから、まあ、こんなおしゃれもまああるんやろうなっていう。こちらこのさん着てるのこれキャミソールですからね。オカマ風に見えます。タンクトップでええやないかと。普通にレジでどんな気持ちで買ったんですかね、このキャミソール、このおっさんが。あ、まあ、続いてはこちら。これよく見るとスパイク履いてるんですよ、サッカーの街中で。小学校の頃いませんでした、間違えて素でスパイク履いてきてしまうやつ。大人になってもいるんやなっていう、ね、ハロウィンの日に見かけた人。まあハロウィンですから、あの仮装をねしたまんま家から出てきて、で電車に乗って来ると、で終わったらまあそのまま帰るってことなんですけど、この人はこんな感じでした。こちらハロウィンの格好でそのままなんか弁当かなんか買って、この無駄な電車のこの移動する時間を勉強してるっていう、もう真面目なんかパリピなんかアホなんかよくわからんっていう人でございます。続いてはこちら、扇風機そのまま持ってる。これ見かけたの1月ですからね。なんでこんな壊れた状態の扇風機をそのまま持ってるのっていう、まあ、ちょっとね、謎な感じでした。まあ、続いてはこちらです。社会の窓が開いてますよ。こちら。バカだ大学。この人もバカか、ね、口明らかポカンと寝てるし、これ。メガネもかけてるんですけど、サングラスもこれやるっていうね。どうやってこのサングラス使うのやっていう。続いて、こちら。ただ切符買ってるだけなんですけど、全員が
ブルーのシャツに全員が違うパンで、ゲーセンみたいに見えるっていう、並んでる人もベージュのパンツに青のシャツですからね。続いてはこちら、伸びてあるんかよ。続いてはこちら、たまにいません、こんな人、謎にニタニタしてる人。続いてはこちら、ザ・ M 字。続いてはこちら、こんな前髪、こんな、なんかリーゼントでもないのにツノッとずっといますっていう。続いてはこちら、変わった髪型の人はまだ他にいました。ビビデバビデブー。あとはね、まあまあやっぱり電車といえばやっぱ終電間際酔っ払いなんかがまあねいっぱい増えてくると思うんですよ。でね、まあ、地元大阪に帰った時にちょっと面白い人がいたのでご紹介したいと思います。こちら、まあ、夏の大阪ですね。楽しそうに外人が集団で踊ってるんですけど、一人だけこのサラリーマンの人、赤の他人ですからね。これこんなように馴染んで踊る、さすが大阪やなと、ちょっと面白かったんで撮ってみました。あとはやっぱり変ですね。そちら、こんな人ねよく見かけますよね。こうドーンと寝ちゃう人ね。はい、続いてもね、あーまた同じような人いるわーってパッと右の方見たら、おーいっていう、どんだけおんねん。続いてはこちら、仕事疲れてないのね。続いてはこちら、もうこれなんか戦争かなんかあったんみたいな、銃撃された後なんかよみたいなね。これしかもこの2人おそらく赤の他人ですから、こんなねこともありました。7秒ぐらいの動画です。こちら、右と左足の太さが全然違うっていうね、ちょっと衝撃的な感じでした。さあラストを飾るのは、これはねまたちょっとね本当にほっこりするような写真でございます。こちら、汗がたまたまハートっていうね、奇跡の1枚が撮れました。というわけでですね、今回はこんな感じで電車の中で見かけた街角ツッコミ23連発でございました。面白いの見かけたら撮りますからね。バイバイ。俺のテレビ、イノケンちゃん。